はい、皆さんおはようございます。まあ、ここ2日、まあ、2、3日ぐらいの対戦を見てくださった方はわかると思うんですが、まあ、連敗しまくってますね。まあ、原因は、まあ、いろんな部分あると思うんですけど、まあ、これさえ直せばすぐ勝てるようになるとか、そんな単純なものではないと思うんですが、一つの問題として、ダークホールドームに対する勝率が非常に悪くて、で、それをどうしようかって考えたときに、スカーフ代わり物メタモンとか自分もドームで使うみたいなアイデアを試してたんですけど、うまくいかなくて、まあ、単純にドームを、なんでか、パーティーパワーを落とさずにドームル対策をしっかりしよう。いや、それは両立できるものかどうかわかんないですけど、両立できるものと仮定して、やるとしたら、何がいいかって考えたときに、ナットで、ジャイロボールで、リベレータルじゃなくてすいません。ジャイロボールでゼルネアスを殴れる。ナットレにラムの身を出して、ダークホールによる再、まあ、眠り状態のケアをすること、あとガルーラに、最速要求ガルーラに身代わりを入れて、アドバンテージを取る作戦を立てるのを考えました。ドーブルゼルネアスが例えば初手で、なんだっけ、ニードルガード守るで、様子見してた時に身代わり張れればアドバンテージ取れるかなと。身代わりがメガガルダっていうアイデアは、この前1月16日に土曜日参加した愛知県名古屋市南障害学習センターで開催されたダブルバトルオフ会の VGC2016 トーナメントで決勝戦まで残った方が身代わりメガガルダを使ってたんで、そのアイデアをちょっと拝借した感じですね。まあ、猫魂読みに対して身代わり決めたりとか、そういう感じの使い方だと思ってます。で、伝説禁止伝説枠は鳳凰とリアルガ、鳳凰はもともと、まあ、この名前、不死鳥鳳凰デッキという名前使ってたパーティーの鳳凰をそのまま使ってますけど、ニューヨークプレミアチャレンジ優勝したジョン・フーさんの、鳳凰は、確か性格慎重で使ってたので、そっちのブレクチフリーも試してみようかなと思ってます。リアルガは控えめ、ドーブル抜きの素早さは140にして、メガネ、こだわりメガネを持たせて、上から特殊技でメガネ効果力で殴っていくイメージで使います。パーティーの説明そんな感じで。ただ出演をやっていこうと思います。天候ポケモンを使わないパーティーは多分これ初めてかな、初めてだと思うんですけど、うまく使いこなせればいいなと思ってます。音楽一旦止めて対戦をやっていきます。セテラさん、グラードン、海王のクチュート、クレセリア、ファイアロ、ドーブル、ボーマンダー、リアルガ、フォーを、ボルトースがナットレなんですけど、ナットレ、これで相手はクチートプレセリア、どうしようかな。海洋が出てきますかね。トリックルーム絶対張りに来ると思うんだよな、ここ。ボーマンの流星群、ディアルガも流星群、これでいきましょう。クレセリア集中力出す。海洋が出てくる。耐えるのか、これ流星群の集中耐えるのか。ナットレ交代して、いや、待って、ノーマンダー守ってリアルがナットレチェンジ、オリジンパラス行ってきた。ハイパーボイス、
パワーウィップチートが来ました。グラードに来た、マジか。それは予想だ。トルクラブ残り2ターン、ノーマンダー守ってナトル守ります。今重力だからウィトルポケモン全部地面技が当たるようになってるんですよね。ノーマンダーも飛行タイプあるけど、まあ関係ない状態だね。グラードは物理型、とか今、あ、そうか、弾丸のすべきか。ダイモンジョークチートに、ヤドリナタニはアイトグラードに。ヤドリ成功。シングルダメージなの耐えた。で、ハレ状態続いてる方を出します。方は聖なる炎でクチーと縛ってる状態だからクチーとは動けないはずなので、このスキルの身代わりを張る作戦で行こうかな。身代わり張れるかな。身代わってナトル守る。なあ、そうしてくるのか。なるほど、大ヘッドした。ブレイバード海洋ゴミ、ナトルはしようかな。ギャラバチェンジ、ブレイバードで海洋を投げる。半分ぐらいダメージ入るな。オリジンパラスの身代わりが怖、当たってないのか。ブレイバードで海洋を投げつつ、これリアルが不意打ちで多分引きそうだからナトルチェンジします。ギアーレが封印で縛られてるよね多分ね。鋼タイプ悪耐性がなくなったんだよね。6耐性ロック世代から。昔だったらこの場面だったら多分封印を食らってもギアーレが余裕で耐えるから殴ればいいんだけど、まあ、海洋魚のさ、ブレイブバード2発で倒すぐらいの火力を欲しいと思うんだよね。耐久も大事だけど、個人的には。クレセリア。ブレイブバードでクレセリア倒す。ジャルツクでナトル死亡。で、リアルが。不意打ちの火力どんぐらいなんだろうな、リアルに対してのダメージ。相手がちょっと行動線とか迷ってる状態ですね。こっちは決めたので、はい、どうだ。ブレイバードを海洋が塗って、リアルがまあフラッシュキャノンラスカかな。フラッシュキャノンは口投稿、ジャル作るディアルが死亡。ブレイバードを海洋の方向に。クチートはフォーに対しての有効打点がないはずだと思うから、あとグラドンさえ倒せばってとこだな。ブレイバーじゃ死ななそうだな。岩の上でさすがにあるよね、その物理型っぽいし。
ちょっと待った、なんだその技。ジュエリーの前って何やねん。ブレバ急所で倒すしかねえか。ブレバ、あーさあ急所でね。で炎のパンチ何やねん。言わないで持ってるのかこいつ。うわグッドゲームとか言ってたけど、全然グッドゲームじゃないけど、相手がグッドゲームって言うならわしゃねえな。あかん、うーん、リアルが弱い弱い。いや俺の使い方が弱い。リアルが削られすぎると不意打ち圏内に入っちゃって動かしにくい感じがめっちゃあるな。なんで相手がリアルが方向に不意打ち打ってこなかったか不思議だけど。でメガネラスカでも口と断然ダメージ入らない。ナットレイさ、ドーブル対策でラム持たせるのはいいけど、それ以外の場合で腐るアイテムだからラムのみ結構な確率で食べ残しの方が今回の試合とかだと立ち回りかなり柔軟できた気がする。ナットレイの持ち物、うん、ドーブル対策意識しすぎると汎用性を失う気がするんだけど、皆さんどうやってドーブルセルネアスとか対策してますか。わかんなぁ。ミスター A お坊さん、今度こそドーブル、グラドン、ゼルネアス、ガルーラ、ボーマンド、ファイヤラ、ドーブル。ボーマンダ、ナットレイ、フォー、ギャラがこれでいきます。身代わりガルーラを出すか、ラムナットレイを出すかなんですけど、ラムナットにしました今回は。まあ初手でファイアローとかボーマンだとかグラブン来るとめちゃきついですけど、じゃあボルト出した方がいいのか。でもゼルネドーブルに対してラムナットで対策するって僕は決めたので、それを絶対決めてやりたいんだけど、ガルーラとボーマンドの2目があってテンプレ化してる感じあるけど、どんな構築にも合うのか本当に、それが謎だな。ドーブル来ねえしさ、追い風するかどうか分かんない相手。いや普通にこれなったら殴ってくるか、追い立てしてくるんじゃないの。さすがにハイパーボイス、ジャイロボールをガルダに追い立てしてくるんじゃないの。普通のあれだったらいきなりフレドラでなったら殴ってくるか、来ないでしょ。猫魂プラス追い立てじゃないの、グラブンたち。もうこだましをボーマンダにジャイロでガルダ削る、ボーマンダハイパーボイス、ナットレイはフォーチェンジ。さすがにガルダ 60% ぐらいヒットに削れたからハイパーボイス取るのいけないかな。これグラナダで持ってたです。おお、グラナダに対してハイパー急所はでかい。これハイパーボイス4を身代わり張ります。相手なんでファイアロー初手引いたんだろう。追いかけても張ってくればよかったのに。初手のファイアロー引きが謎だったんだけど、ゼルネアス、まあ追いかけしてこない。ああ今度着陸から出された。で反動で全死んでいく。まあ、ナットレイですかね。ガルラ来る、ジャイロボールでゼルネス殴る、ブレイバードの方が威力でかいからブレイバードでガルラ殴る。猫魂は
今取り入れてきた。確かに J コントロール積んでくる。グラード。ナテル守って。グラードの多数に守るから守って。にがり下しに来るか、これ。何しに来る。いや、守る。グラード守ってないのか。マジシャン。あー、てか、そうか。グラードの守ると、ゼルネに対するジャイロが通るから相手は殴ってこない感じかな。ジャイロをゼルネに。ブレイバードをグラードに。マジシャークラクリティカルめちゃ効くな。やべ。ちょいと危ないところでさ、なんかお互い急所ですげえし、この試合。ギャルが。これはメガネバスターカノンの威力を試したいところなんですが。ラスターカノンをゼルに休む。で、晴れ状態は終わってるから、ブレイブバードをゼルに休む。そうしてくるのが、ブレイバー2発で雑然倒せるけど、食べ残しの回復のために2ガリ1回張って、2ガリじゃない、守り1回やって、多分 74% まで回復することで、ブレイバードですかね。ハンドで死んでもこっちの勝ちになるよね、確か。さすがの特防種族値の高さでこっちの勝ちですね。対戦ありがとうございました。うん、めっちゃ久々に勝った気がするぞ。危なっかしすぎでしょ。だからリアルが鋼ドラゴンタイプだからフェアリータイプの技が等倍で入るんですけど、一回ジオコン積んだゼルミアスのムーンフォースフェアリーオーラ 1.3 倍は 1.3 倍というか、まあ、3分の4倍か耐えないのか。リアルガをジョコン積みのムーンフォース耐えとかしようとするとめっちゃ耐久を張らなきゃいけないのかな。もう一人やります。アンダーレイジフィンキングさん。ホウカヨウはモノバレでクエセル野望もんだガルーダ。ボーマンダーノーマンダディアルがこうなってる感じまで一体ボーマンダもろばれる。うん、カイオがいるんだよな。相手裏同速勝負仕掛けるか。ハイパーボイス、メガネ流星群をバレルに。メガシンガン負けた。流星群食らう。ナットで出します。間違えたのか、これじゃダメなのか。ナットで守ってフォーチェンジ。あれ、カイオが来たんだけど、これ身軽張ってくるだとして、ほう違った。てか、なんで相手カイオが出したんだよ、ほうでこの技打ってんの。謎すぎるでしょ。さすがにカイオウが引っ込んで、リア、あの、ボーマンだからこれ。ギャルが出して。いや、カイオウが居座る、これ。どうなんだ。
相手海洋引っ込むかって座って水揚げとか引っ込むんじゃないのさすがに。水揚げ倒しに来るかな。どっちだ。パワー一歩海洋に。いや。パワー一歩海洋で守る。あーまた間違えた。俺バカじゃん。もう全然読めねえな俺。全然クソ下手くそ。雷を保護に、琴の方は身代わり。まあ外すしさ。あかんやろー。いかん。さっきの闇できんのは下手くそすぎだな、あれ。もうダメ。やっぱ天候ポチェ使った方が、天候ポチェも使った方が読みやすいかな。メガネ雷強いけど、ダメやな。あー、負けましたね。雨状態、自分で雨状態にしておきながら聖なる炎を打つ相手に負けるのはなんか屈辱的なんですが、負けは負けです。ちょっと GS 対戦と VGC に戦力の対戦が本当に分かんなくなってきたんですけど、やっぱ動物対策で例えばディルガルドとか、まあジャイロボールディルガルドとかなってるのにラムナに持たせるっていうのはピンポイントすぎてよろしくないかな。催眠耐性だって味だとしてラムナに持たせたら汎用性がなくなるよな。よっぽど食べ残しとか違うアイテムの方が、むしろオッカの海の方が発動する気がするけど、それで耐えるかどうかは別にして、ちょっと今回はメガンリアルがこだわりメガンリアルと身代わりメガガルーラ、ラムの実になってるっていうすごいポケモンをいろいろ試したんですけど、やっぱ禁止伝説はグラードンかカイオンが使うべきかなっていうのが一つ思ったのと、身代わりメガガルーラっていうすごいポケモンを全然出す機会なくねって思ったのと、ラムナットでは違う持ち物の方がいいんじゃねっていう。てかラムの実も出したら途端に、てかナットで入れると当たらないのか、てか動物出してこないのか相手。ちょっとパーティーの組み立て方と相手の選出パターンっていうのを考えて、なんか前のパーティーだとめっちゃドーブル出てきたんだけど、今全然相手ドーブル出してきてない気がする。うん、まあなんかご意見とかアドバイスなどあれば遠慮なく言ってください。お願いします。まあ、ポケモンの活動、こういった動画とか、対戦放送の他にオフ会参加とかポケモンセンターでの大会参加、 e スポーツランナーっていうサイトでの、海外情報の翻訳記事執筆とか、まあいろいろポケモンの活動頑張ってますんで、応援してくださると今後のモチベーションにつながるので、どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。サンキューウォッチングマイビデオ。 See you next time. バイバイ。また明日会いましょう。